のちらすしげおと VRO くふみです。よろしくお願いします。昨日に引き続き近日開催予定のフェスゲンヒロインシリーズで登場する新たなアシスト進化画像の一部をご紹介しますということで村子さんがツイートされましたので、こちらを見ていきたいと思います。わー、ひどい。まずこちらイルミナにイルミナの魔導書という武器が追加されます。イルミナー何そのリアクション覚醒スキル十字チーム回復強化チーム回復強化チーム回復強化 HP 強化。素晴らしい、素晴らしいですね。これで 60% ですか。ですかね。この十字が欲しいタイミングって最近ちょこちょこやっぱあるじゃないですか。確かに。でそれを積みながら、まあ既存の武器でいうと耐性を積みながらとかいうのあったんですけど、チーム回復強化こんだけ積めるのは初めてだと思うんで、うん、まあノーチラスとかね、回復ちょっと足んないパーティーとかで、まあ、採用の可能性もワンチャンあるんじゃないでしょうか。はい。スキル13ターン HP を全回復、3ターンの間属性吸収を無効化、ロックを解除し火と光に変化。おー、素晴らしい。3ターンだですね。まあ、このスキルの内容を考えたら、ヒパ、ヒカリパにはなってくるのかなって思うんですけど、光でいうとね、マーベルとかね、うん、強いキャラいますから。アイアンマンとか、あー、いいじゃないですか。回復、確かに。で3段吸収無効か、うん、あ、アイアンマン確かにいいね、回復伸ばしながら。そうですよね。グリムワールリーフ、これ多分スキルの内容情報修正入ってますね普通に、うん、どの形態だ。イルミネグリムワールリーフは普通に光の方か。光の方のスキルがですね、敵全体に10万の固定ダメージ、全ドロップのロックを解除し火と光ドロップに変化でしたね。グリモワール理由結構変わったな。全然違う、固定ダメージなくなったんですね。確かに。まあまあまあ、そんな感じです。続きましてチャコルの魔法師ランビー。ランビー、これかわいいっすね。かわいい、かぶりたいっすね。怒ってる、怒ってるのか、ただただ目つきが悪いのか性能ですが、覚醒スキルスキブ亀裂3つ、 HP 強化。おや、おやおやおや、亀裂といえば、おやおや、炭治郎。違います。禰豆子、鬼滅かこれ同じ下りやった、同じボケやったのにな。鬼滅か。はい、そんな感じで、スキル、はい、9ターンで使えるもので敵の行動2ターン遅らせる、消せないドロップ、バインド、覚醒無効状態5ターン回復。まあ、チャコルね、僕はちょっと期待してたんですよ。これ全回復になってほしいなって思ってたんですけども、まあ5ターン回復のままでバインド回復が追加になりました。まあまあ、でもまあそれはね、でかい、うん、まあでかいんですけど、まあワンチャンね、全回復になったらめちゃくちゃ良かったなって思ってたんですけども、はい、うん、まあこのね、覚醒を付与できるっていう点からしてもめちゃくちゃ優秀なので、本体がちょっと微妙な感じにはなってきてるので、まあ、その本体の情報修正次第ですけど、一旦これだけ見ると武器優先してもいいのかなって今の環境だと思いました。うん、木の回復薬ってね、今アリナがめちゃくちゃ強いから。で、続きましてドーナにドーナの積み木が追加。積み木、積み木、覚醒がスキブ毒耐性4つ、 HP 強化。これだけでもだいぶ欲しい瞬間はあるんじゃないでしょうか。うん、スキルの内容が10ターンで1ターンの間回復力激減、光属性の攻撃力3倍、で1ターンの間3コンボ加算、ダメージ無効貫通。モリモリだな。モリモリで、まあ、回復力もね激減、これをまあ上書きと捉えればメリットだし、はい、で3倍炎波からの3コンボ加算からの無効貫通、すごいな。いろいろできますね。はいはい。これの何がいいって、この覚醒スキルを備えながらのこの性能だからっていうのがありますよね。確かに。うん、スキブと毒4つは優秀だと思います。続きまして、プレーナのブローチ。プレーナはもう既存の武器があるんですけども、それの分岐っていう形でブローチが追加になるので、まあブラフマードラゴンなりチーリンドラゴンなり何かしらドラゴンの。何かしらドラゴン。奇跡が必要になってくるんじゃないかなと思います。はい、性能ですが、スキブ十字 HP 強化、シンプルイズベスト。スキル9ターンで
一旦の間ダメージを激減、操作時間と回復力2倍、おーい、全ドロップのロックを解除し火闇回復ドロップに変化、おーい、うん、これもモリモリスキルっすね、うん、まあ、激減はやっぱ張りたい瞬間最近多いですから、張りたい張りたい、で指とね回復力とロック解除陣、火闇で言うとなんだあれか、マグニートとか最近で言うとフィロとか、ジングレイとか、ジングレイとか、確かにあの辺の色ではありますね、まあ、普通にヒッパでも使えるか、闇っぱでもいいっすね、アシストと考えたら。そんな感じの武器です、はい、さあそしてチェルンにチェルンのブローチが追加、これが水裂強化4つとバインド耐性と枝豆とチーム HP 強化、うん、あのマドゥの武器みたいですね、マドゥ、マドゥも裂強とバインドとこのコンボドロップとってあるんですけど、はい、それの水版みたいな感じで、スキルの内容が20ターンで2ターンの間ダメージ吸収と属性吸収無効化、ダブル吸収無効、ダブルで、ロック解除の水回復陣、なるほどね、うん、これロイヤルオークふみさん的にはちょっと噛み合わないですね、ロイヤルオークは列はいらないので、ね、L 字なんでね、うん、スキルこれ名前が変わってるんでベースのスキルとは全く違うものになってますね、まあ、普通にダブル吸収無効の武器として、まあでも水裂ってあんま使ってないか、いやーないんじゃないですか今、まあでももしかしたらね、その、はい、ゼラ武器がノーチラスにぴったりになったように、うん、いつかチェルン武器がね誰かにぴったりになるかもしれないんでね、うん、考えたらちょっと見逃せないですね。続きまして、はい、ポンノにポンノの首飾りかわいい、ポンノは、まあ、ポンドは既存の武器ないんで、もしかしたらこれもう一個あるかもしれないですね、確かに、うん、で、性能ですが指1秒、裂強化、闇の裂強化4つ、 HP 強化、闇裂ね、で、スキルが10ターンで3ターンの間操作時間、回復力、闇属性の攻撃力3倍、ドロップのロック状態を解除、もろもろ、ね、うん、もろもろ3ターン3倍、でロック解除もついてくるんで、まあ闇って結構こう上級者の方が周回しているようなパーティーがあるんですけど、ウラシュラとかね、うん、そこのパーツになる可能性もなくはないんじゃないですか、って感じですかね。汎用性入れたらそんなに高くないかな。このロック解除をやっぱりソロで使うってなると、ね、2ターンに1回使えたりとかした方がいいじゃないですか、とか考えると、うん、汎用性はそんな高くないかな。はい、続きましてルネリスの耳飾り、これは武器優先しちゃっていいと思うな。ルネリス正直そんなベースで使ったことないんじゃないか、うん、見たことないですね。ドロ強とか L 字とか持ってる子なんですけど、ここぞっていうタイミングそんなないので、はい、まあ一旦この火属性って普通にパーティー組もうと思うと L 字抜けたりするんですよね。あー、あるある、あのナデコとか使って出た方分かると思うんですけど、はい、あれ L 字ないじゃんみたいな、入ってから気づく、そう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 。まあスキルの内容も悪くないんで、うん、これアシストしてもいいんじゃないでしょうか。まあそんな感じでね、また明日に引き続きということで3日連続でね情報を公開していくスタイル引っ張りますね、引っ張りますね。でまたこれにもね、まだまだ新たなアシスト進化が追加されるのですがって書いてあります。まだ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 、だから本当にポンノとか多分2種類あるんでしょうね、全部2種類ぐらい、うん、全部2種類になるんだと思います。すごいな、プレーナーとかチェルンとか2種類になったしね。確かに、うん、いやーちょっとまた明日が楽しみですね、はい、明日この特設ページが公開されたらまた動画を撮りたいと思いますので、そちらも合わせてご視聴くださいということで本日は以上です。チャンネル登録高評価、面白かったら高評価、面白くはないんでねこの動画は情報を見ただけだからね、面白くはないんですけど、ぜひ高評価を押してください、よろしくお願いします。さよなら。